皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原博之でございます。今日はですね、毎回お届けしております東海道山陽新幹線新横浜駅から2駅隣の日波の駅で、新築分譲されております3棟のアパート現場の工事の進捗続報ということになります。またですね、工事が少しずつ進んでおりますので、そこら辺をですね、レポートできればと思っております。で、今日はですね、前回はこちらの裏側からご案内したんですけれども、今回はですね、道路側からの方がちょっと分かりやすそうな感じなので、これからちょっと道路に回って、各棟のご説明をしたいと思います。では行きましょう。ちょうどですね、この木枠ができましたですね。この木枠のことを建築用語でやり方っていう言い方をするんですけどもね、この木枠がまず基礎工事の第一段階になりますね。それで、ちょうどですね、ここですね、ここがC 棟と B 棟の境目というかですね、ここからこちら側が C 棟ということになりますね。それでよく見るとですね、カメラにちょっとね、映るかどうかちょっと微妙なんですけど、赤いなんか紐みたいのがですね、縦横にこう張ってるんですよね。で、これは適当に合わせてるわけではなくて、ここにいわゆる基礎がこれから出来上がっていくっていうことになりますね。ですから、ここで言いますとですね、ちょっとここで説明しますと、ここですね、これが、Cとの、こっちが南になりますので、西側の壁ということになりますね。ここがCとの西側の壁面が立つところということですね。それと、ここに赤い線があって、またこっちにもあって、で、一番こちら側でいうとここですかね。ここに赤い紐がありますので、ここが今度はCとの東側の端の壁ということですね。で、あとはこう、それに交差するような線がありますよね。赤い紐がこうあります。これが今度は道路との境界で、一番の境界はここに行きますかね。ここが南側の壁というか壁面になりますね。そんな感じで部屋が作られていくんだなっていうのが、我々見慣れてるので、この紐を見ますとね、こんな感じになるんだなっていうのは分かるんですけれども、ちなみにこの紐のことをですね、水糸なんていう言い方をして、結構ね、黄色い紐を張る現場が多いは多いんですね。ここはちょっと赤っていうことみたいなんですけれども、水糸なんていう言い方をいたしますね。で、ここが前のシートがこんな感じでこれからできていくんだなっていうのが、このやり方とこの水糸を見るとですね、なんとなくこう見えてくるっていう形になります。で、その隣のビートですね、ここがシートとビートの境目になりまして、今度はこちらがビートになりますね。で、先ほども言いましたけど、この赤い紐がCとの西側の壁面、そして今度はBとはここになりますね。Bとの今度は東側の壁面がここになります。そうすると、こことここの間ということで見るとですね、どうでしょうかね、目測で 1.5 まではないかもしれないですけど、 1.23、離れてるかなっていうのが分かるかなっていう感じになります。これがBとですね。Bとはこちら、この赤い線、水糸がですね、東側の壁面ということになりますね。そして、このままこうずっと来ましてですね、今度はここになりますね。これがB棟の西側ですね、西側の壁面ということになります。で、この柵のこちらが A 棟ということになりますね。で、B 棟の方は3階建て9世帯なので、C 棟と比べるとちょっと土地も広くなるという形になります。で、こちらも赤い紐ですね、水糸と言いますけれども、南北方向と東西方向に張り巡らされていますよね。で、B 棟の一番南側の壁面はここになりますね。
で、ところどころでこう入ってるその、まあ、赤い紐はですね、その基礎の立ち上がりの何かを、まあ、示してるんじゃないかなと思いますね。そんな感じで、こちらが B 棟になります。で、A 棟が、まあ、こちらになるんですけどもね、 A 棟はですね、なぜかその木枠、まあ、やり方といいますけど、木枠が全くない状態で、まあ、何もそのまあ、この赤い紐もなければ木枠もないという状況で、C 棟 B 棟と比べるとなんかちょっと違う感じがしますよね。で、これはですね、おそらくここにゴムのパッドが引いてありますよね。これは車がまあ出入りするための、まあ、なんつうんでしょうか、雨とか降るとこう土ですからぐちゃぐちゃになっちゃいますので、それをこう保護するための、まあ、ちょっと硬いゴムパッドを引いてるんですね。で、おそらくこれはですね、ディベロッパーさんの建築計画の中で、とりあえず A 棟は駐車場にしようと、大工さんのためのですね、大工さんのための駐車場にしようと、そして先に B と C を着工して立ち上げちゃって、で、ある程度立ち上がってから A を着工しようっていう、多分そういう計画なんじゃないかなと思います。直接確認してるわけじゃないんですけども、多棟現場といいましてですね、まあ、ここの場合は3棟建物が建つ形になりますけれども、こういう多棟現場の場合、やはり職人さんの車をどこに置くのかというのがちょっと、やっぱり重要事項なんですね。そういう意味で言うと、まあ、ここだとですね、多分どんどんこう詰め込み型の駐車置き場にするんであれば、まあ、軽自動、大工さんは結構軽自動車で来たりしますんでね、軽自動車であればどうでしょうね、パッと見、1,2,3,4,5,6、まあ、10台まで入るかどうか分かんないですけども、まあ、5,6 台は楽勝で入ると思うんですよね。それからあとは今度は立て方という言い方をしますが、まあ、一般的には上棟という言い方をしますが、この B 棟とか C 棟をこういわゆる骨組みの状態にするためには、多分3階建てだとすると、まあ、クレーンを使う可能性があると思うんですね。で、その場合にこれ全面道路をですね、封鎖するとなると、これ結構大変なんですよ。ですからここから吊り上げて施工するのかなっていうにも思えるんですね。ですから多分ですね、ここの現場の場合 A 棟が一番地形が綺麗なので、車もこううまく入れられますし、まあ、例えば大型トラックも、まあ、1台であればここにボーンとか入りますんでね、多分ここを駐車場にして B と C を先に立ち上げてしまって、それが落ち着いてから今度は A 棟を着工するのかなというような計画なんじゃないかなっていうのが、この現場で見て取れるということになりますね。今日はですね、まあ、前回はこの、なんとなくその紐がこう走ってますよというご説明をしましたが、今回はですね、もう明らかにこのやり方ができてですね、あ、この中に B 棟ができるんだな、あ、あの中に C 棟ができるんだな、で、まあ、A 棟はね、前回もお話ししましたようにちょっともうご契約済んでしまいましたから販売対象にはならないんですけれども、この B と C ですね、これはまだご紹介可能なので、こうやって見ればですね、あ、 B 棟はこんな感じで出来上がるんだな、それからあと C 棟ですね、 C 棟ももうこんな感じで出来上がるんだなっていうのは、まあ、ここ来ていただきますとですね、非常によくわかりますね。で、 C 棟はですね、地形は三角なんですけど、こう見ていただくと分かるように南側に面している間口が広いんですね。C 棟の西の壁面がここで、で、東の壁面はこちらになりますのでね、南側に面している間口が非常に広いですから、C 棟は、まあ、地形だけは三角ですけど、まあ、出来上がるといい感じのアパートになるんじゃないかなというふうに、なんとなく透けて見えますね。はい、今日はですね、日派の三棟アパート現場の工事進捗レポートその2を お届けいたしました。まだ B と C はですね、ご紹介できますので、ぜひご検討いただければと思います。それで前の動画ですね、格納先は、B 棟のレポートはこちらで、 C 棟のレポートはこちら置いてありますので、見逃した方は合わせて見ていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。